こういうニュアンスありません？あっ、サンキャー、やべ。この番組はコロボスポンサーのセクションだ。お疲れ様。はい、どうも皆さん、こんにちは。マイスクリーム講師のデスノお兄様でございます。今日もよろしくお願いします。さあ、今日もですね、元気にリアクション動画させていただきたいなと思ってるんですけれども、今日はこちら、ソラルさんのモザイクロール。はい、こちらでございます。いつも通りね、こうやって YouTube 見たりね、してたわけなんですけれども、で、こうなんかおすすめとかがさ、表示されるじゃないですか。で、そしたらまあなんかパッて見たら、お、モザイクロール、ソラルさんのモザイクロールね。新しいバージョンと思って。モザイクロールの新バージョンでもあり、ソラルさんの新バージョンでもある、モザイクロールの歌ってみたが上がってたわけですよ。これはもう見るしかないでしょっていうことでですね、今動画を回させていただいてるわけなんでございますね。いや、ソラルさんといえば、もう元祖イケボ、イケメンボイスって言っても過言ではないんじゃないでしょうかね。なんかイケボ文化を作り出した子孫一人だと僕は勝手に思ってるんですけれども、どうですか？皆さんどう思いますか？そんなですね、ソラルさんのもう最新の歌声っていうのをですね、まあ、私一応そこそこのボイストレーナーをやらせていただいておりますので、そんなボイストレーナーならではの視点なんかも含めてリアクションとか解説等々行えればなと思っておりますので、ソラルさんがお好きな方はもちろんですね、ボイトレ頑張っていきたいという方もぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。そんな感じでこのチャンネルでは日々発声関係のお話、ボイトレ関係のお話、あと今日みたいなリアクション動画とかアップしておりますので、まだチャンネル登録をしてみれない方はこの機会にぜひよろしくお願いします。じゃあ行っちゃいましょう。さあ、ということですね、見てまいりたいんですが、ちょっとだけソラルさんに関する僕の思い出を語らせてくださいタイムということで、僕ね、ソラルさんの作品をまあ、そこまでも見てたんだろうけど、ちゃんとこう認識してソラルさんっていう人を認知して見たのが多分カゲロウデイズなんですよ。もう12、3年ぐらい前なんじゃないかな。カゲロウデイズの歌ってみたを拝見したのが、ソラルさんすげえって思った最初の作品なんですよね。歌詞間違ってたらごめんなさいなんだけど、8月15日の午後12時半くらいのこと、天気がいい、ここね、天気がいい、ここでズキュンってやられたのよ当時。あーって、かっこいいってなって、乙女なんでね、僕乙女なんで、そこでちょっとハートを打ち抜かれてしまって、かっけーってなって、ソラルさん好きになったっていう思い出があるんですよね。で、あと色濃く残ってんのが、神様ねじ巻きとか、あと、チルドレンレコード。ちょっとキー下げてるチルドレンレコードね。あれ、もうクソかっこいい。今、申し上げた3曲は当時めちゃくちゃカラオケで、ソラルさんを参考にしてめちゃくちゃ練習してましたね。全然当時はダメだったけどさ。っていう感じでですね、結構個人的な思い入れの深い、ソラルさんの歌声なんですけれども、まあね、ここでね、魅力を語り切ってしまうと、この後が、で、僕が動画見るだけの動画になっちゃうので、まあ、ここから、歌ってみたを拝見していきたいと思います。いきますよ！ワクワクだぜ！バージョンなんですよね。これね、モザイクロールっていう不屈のなんか往年の名曲があるんですけれども、でボニーナさんっていう方が作られた曲なんですが、もう多分全国で8億回ぐらい歌われてる多分曲なんですけど、もっと歌われてるかもしれんぐらいの超名曲なんですけど、それの最近出たバージョン、まあ、最近っていうのも2、3年ぐらい、2年ぐらい前なのかな、のもうアレンジバージョンで歌ってるのも初音ミクっていうバージョンなんですけれども、それをこう歌ってみたっていう作品になります。このアレンジもかっこいいんだよな、令和っぽくてさ。かっけえのよ。ドラムのパターンとかが全然違うのよ。サウンドもいい。いや、なんだろうね、ソラルさんの歌声。なんか、僕がこれ勝手に思ってるだけかもしれないんですけど、もうこの A メロからすでに香ってるんですけど、僕的には、ソラルさんの歌声は、なんかね、危うさを感じるんですよ。いい意味でですよ。いい意味でね。いい意味でって言えば全部許されると思ってるわけじゃないからね。いい意味で、なんかこうね、危ういんですよ。人間っぽいっていうのかな。なんだろうね、泣きそうな感じとはまた違うんだけど、なんかこう哀愁というか切なさみたいなもん感じません？別にさ、声めちゃくちゃ太いじゃないですか、ソラルさんって今聞いていただいてわかる通り。太いんだけどなんかこう切ねえみたいな感じで、なんか絶妙なバランスで構成されてる声な気がするんですよね。ただイケボ、まあもちろんイケボなんだけど、ただただイケボなだけじゃなくて、
なんか心のどこか痒いところをくすぐってくる成分みたいな、そういうの入ってますよ、ソラルさんの声って。それがね、なんか好きなんですよ。好きだし、皆さんがソラルさんの、まあ、ファンである。ところのゆえんの一つなんじゃないかなと思います。それがこのモザイクロールっていう楽曲にもすげえ合ってんだよね。このニュアンスね。このニュアンス。止まる。こう、なんつうんだろう。こう、太い吐息感みたいなものが随所に入ってきますよね。このニュアンス結構ソラルさんっぽいよね。ああ、なんか語尾がやっぱ特殊というか、ソラルさんっぽいっすよね。これもやっぱさっき言った切なさなのかな。吐息っぽく終わってるっていう言葉で片付けるのは簡単ですけど、ふわっとこうシャボン玉みたいに消えちゃいそうな語尾で毎回終わってる。毎回じゃないけど、まあなんか7、8割ぐらいの結構な頻度で終わってる感じしません？この辺かな？もう一回出して。止まる言葉が、みたいな。ラみたいなさ。と、パって、シャボン玉。緩やかなビブラート。ごめんなさい、ちょっと SD がフルになっちゃったんで、ちょっと B メロの前ぐらいからいきますよ。ビブラートが来て。ハモリがいいよね。ふわふわくるよね。はい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 。なんだろう、こう、誠実なんですよ。誠実。わかります？同じ太さで、こう、えいえいえいってこうやられる感じっていうかさ、さっきの A メロの終わりとかでビブラートゆらゆらってかかったんですけど、こまごまビブラートかける人っているじゃないですか。そのフレーズの間で毎回結構かけたりとかする人っていうタイプの人もいらっしゃると思うし、僕はどっちかというとそういうタイプで、そういうタイプも好きなんですけど、ソラルさんは合間ではあんまりビブラートかけないよね。全部こうまっすぐ来るじゃないですか。で、随所にさっきのエメロの終わりとかみたいにこうゆったりビブラート来るみたいな感じで、それから安心感みたいな、包容力みたいなものを感じるね。不正を感じるよ。だからこうまっすぐこう、心に浸透してくる感じがすげえありますね。で、B メロの終わり方なんかちょっと、ソラルさんっぽかったよね、なんか。こういうニュアンスありません？家業結構なんかね、特殊だったりしますよね、ソラルさんね。今のとかやっぱちょっと切ないんですよね。この感じいいよな。木もちょっとね、なんか切ない感じあるしね。この感じ。で、サビ。もう一回行こう。ちゃんと行こう。今ね、アイセ良かったし、でね、これね、皆さん信じられないと思うんですけど、だから D5 っていうピッチなんですよ、音程ね。これやばいです。やばいです。これ普通にハイパーハイトーンですよ。 D5 って普通にハイ D っていうピッチで高いレの音なんですけど、女性でも地声で出たら結構高い方よっていうぐらいの結構高さです。ここはぶっちゃけで、ソラルさんの特徴としてすごくね、喉を下げるコントロールが上手なんですね。ソラルさんの歌ってさっきの話にもちょっと出てきたんですけど、なんか安心感あるっていうか、すごく土台がしっかりしてるような印象を受けませんか？これは喉のポジションがすごく安定している、こう同じところでずっと支える力が強いっていうところが、そういう風にさせてるんですけれども、そういう印象にさせてるんですけど、これがこのハイパーハイトーンになった時もずっと起きてるから、なんか切られたことに気づかないみたいな。もうゴエモンとかゾロみたいな、そういうなんかある種の切れ味を持ってるわけですよ、ソラルさんは。貴様の実力はそんなもんかみたいな捨て台詞吐いたと思ったら、パキッてこう切れ目入ってパカって割れちゃうみたいな。高い音出したんですか今みたいな。高い音だったんですかみたいな感じで、しれっとめちゃくちゃハイトーン出すんですよ。これ大きなというか、割となんか油断されがちなポイントっていうかね。あ、ここ高い音程なんだ。すごい高いんだって気づく人が少ない
かなって思うぐらい、すごく安定したポジションで高音出してらっしゃるんでね、見逃されがちというか、なポイントなのかもしれない。すごいハイトーンです、とにかく。それでも感じいいね。のこの感じいいよね。ちょっと割れてんのよ。まあ割ってるんですけどね、きっとね。息の量を増やして声帯じゃない部分ね、声を出す声帯じゃない部分もちょっと稼働させることによって声をあえて割れさせてるんですけれども、ソラルさんのこのちょいエモ叫びみたいなやつ随時入るじゃないですか、曲によっては。いいよね。あとやっぱごめんなさい、やっぱさっきも言ったけど家業のニュアンスいいわ。なんか昔からそこ変わってない感じがして、すごいなんかそれも安心するわ。なんか実家のような安心感が。はい、2番、危ういんですよ。わかりますか？序盤に言いましたけど、危ういのよ。でも安心するの。まあ、わけわかんないもん。今、僕も自分で何言ってるか全然わけわかんないけど、でもまあ、わかってくれません？わかってください。さっきね、なんかその、聞いてて安心感あるだの言っといてなんなんですけど、でもなんかその、やっぱ心をもう揺らされるんですよ。なんかくすぐったいんですよ、なんか。思春期のようなこの揺らぎみたいなものもね、含まれてるような気がするんですよね。もう、伝われ。伝われ。オートチューンかかってるね。あー、きれいきれい。さ、ここオートチューンって言って、こう、音が揺らぐところを強制的にパキってこう、こういう波形をより、こういう波形に強制的に、させる作用のある、まあ、エフェクトというか、があるんですけれども、ソラルさん、これと相性いいんじゃないですかね。なんか声質的にもそうだし、このなんか、まっすぐ行く感じの太さみたいなのが、なんか割と相性いいというかさ、そういう意味ではなんかそもそものベースの歌声のこのまっすぐ感が割となんかボーカロイド感あるのかもしれないですね。これは今初めて思ったというか気づいたことですけど、ボーカロイドってこうなんか音程バーみたいな感じでシャッ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 って歌うじゃないですか。なんかその感じがそもそも入ってるかもしれないですね、ソラルさんね。だからまあ割とこういうちょっと機械的な音とも相性いいのかもしれない。これは本当なんか、これはマジ仮説ですけど、なんかそんなことも思ったりなんかしました。ここの部分でこうね、綺麗やなってね、このケロケロやるやつね。半音上がります。多分半音だよね。ここ上がるんです。転調するんです、ここ。鬼の、ただでさえクソ高いのにまだ転調するんです、ここ。最高。ソラルさん、この曲の最後に入れてくるよね、なんか。それこそさっき言った神様ねじ巻きの最後のアレンジとか僕めっちゃ真似してましたもん、当時。今でも真似するもん、あれ。このアレンジ力よな。こういうのもできるぞという。やばいよ、ここ。やばいよ。さっきね、B って言ったじゃないですか。そこの半音だからさ。D シャープよ。D シャープよ。もうハイトーン歌い手じゃん、普通に。ハイトーン歌い手だよ。もうほぼ浩平さんだよ。ほぼ浩平さんだし、ほぼ東井さんだよ。やばいな。これラスサビもう一回聞こう。待って、今手良かったね、今。手が切れてんのか。手ってここ音が切れてんのか。ここのサビ入りのここで、一瞬そこでやっぱ完全に音が切れるようにしてんだね。ここいいね。かっこいい。みたいな。
終わりもちょっとやっぱりエモく終わりましたね。ちょっと歪まさせてシャッて、ウー最後。いや、ソラルリーさん最高です。ありがとうございます。やっぱしれっとすげえことしてるんですよ、ソラルさんって。こうなんか、掃除のおじさんだと思ったら、その会社の社長が偵察来てたみたいな。合ってる？この例え。さりげなく、すごいんだみたいな、すごかったんだみたいな。そういう感じですよ、マジで。もちろんね、その高さが正義じゃないですけど、この曲はもう D シャープっていう、もう、破壊的な高さなんですよ。破壊的、マジで。クソ高いからな。本当に。おい。切れるぐらい高いですからね、本当に。それをやっぱりこのさっきね、序盤に言いましたけど、喉を下げる力がすごく強いので、すごくこう安定させて聞かせてくるんですよ。それでもその、ソラルさんの声質がそうさせるのか、歌い方がそうさせるのか定かではないですけど、何かこう揺らぎみたいな、マイナスイオンみたいなものを感じさせてくれて、まあ僕的な言語で言うと、いい意味での危うさみたいなものを感じるんですよね。それがその我々の心を掴んで離さないみたいな感じだし、あと今思い出したんでもう一個だけ言いたいんですけど、ソラルさんのもう一個好きなところは、多分めちゃくちゃ努力してるってことなんですよ。もちろん昔からめちゃくちゃ上手い人なんですけど、このさ、十数年経ってもさ、まだ上手くなるじゃないですか。これってめちゃくちゃ素敵じゃないですか。現状で満足しないでさ、どんどんやっぱ積み重ねてるっていうか、めちゃくちゃ多分ボイトレとかされたりとか、まあご本人でミックスとかもされるからね、こう耳とかも鍛えて、こうかなって、いろいろ日々試行錯誤されてるってことですよね。それをこう多分もうソラルさんは重鎮じゃないですか。歌い手界の重鎮にっていう立場になったのにもかかわらず、そこで満足しないで、こうより高みを目指してるっていうのが、この歌から垣間見えるっていう、もう日々アップデートされてるっていうのを我々リスナーに感じさせてくれるっていう、ここも魅力的なポイントかなって思ってます。ということで、今日はですね、ソラルさんのモザイクロール、リアクションさせていただきました。参考になって面白かったという方はぜひ、グッドボタンと、あとチャンネル登録まだお済みでない方はこの機会にぜひよろしくお願いします。ということで、ボイスレーナーのデスノリさんの本がお送りいたしました。バイバーイ。